はい、皆様こんにちは、こんばんは、ヒロです。今日はいい質問をいただきましたので、ちょっとお話をしてみたいと思います。何かと言いますと、オーバードライブとディストーション、ペダルですね、オーバードライブペダルとディストーションどう違うんですかっていうところです。これね、すごくいい質問だと思います。というのが、私もこの答えにたどり着くまでにはかなり時間がかかった気がするんですよ。で、まあなのでね、こういうことに疑問を持たれることにはすごく納得します。とか、先日私がアンプで音の作り方っていうなんかありましたよね。モトリークルーの音を元に、こう、クランチ系の音に、硬いクランチの音にソフトな、オーバードライブの柔らかい音を混ぜてミックスして作るとか、その逆でブラウン系のアンプに固めのディストーションを入れて音を作る、2通りのあり方がありますよっていう、まあお話をさせていただいたと思うんですけど、まあそれに絡めて、じゃあオーバードライブとディストーションどう違うのと。で、動画の中で、マーシャルの JCM800 のクランチ系の硬い音にかつディストーションを私組み合わせましたよね。あのモトリクルの音を作るときに、まあ、それはなぜかっていうと、そういう音だったからなんですけど、そのミキマズですかね、彼の音がそういう音だったので、そういう組み合わせにしたんですけど、じゃあと、そもそもディストーションとオーバードライブは何がどう違うんですかっていうことですよね。これは私の思うところなんですけどね、多分合ってると思うんですよ。なので、まあいろいろね、ググってみると、ディストーションとかオーバードライブ違いとかって記事はたくさん出ますけど、的確に答えてる記事っていうのは私は今までちょっと見たことがなく、まあ、多分あるんでしょうけど、たどり着けてないだけなんでね、検索ベタなんでしょうけど、実際そうだと思います。で、何かというと、前を説明してってことなんでしょうけど、何かというと、まずね、これ一番わかりやすいのが、言葉の意味を考えると、多分そこでね、もう、あれ、クリアかなと思うんです。何かというと、オーバードライブ。オーバードライブっていうのは、あれは、あれですよね、ドライブをオーバーしてますよね。オーバーね。で、あれってもともとどこから来たかというと、アンプです。アンプの、まあこう大きいやつですよ。ライブで使うような100ワットとかバーンとでかいやつの、こう高音がこう4発スピーカーがこうね積んであるやつで、あれでレベルを上げていくと、スピーカーの高音が暴れますよね。ある程度のレベルを超えちゃうと、こうバック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 、こうそういう経験ってないですか？スピーカーの、あれは何だろうな、出力、特に真空管なんですけど、出力が間違っちゃうと、こうスピーカーのコーン、スピーカーのコーンってこうね、横から見るとこう振動してるんですよね。このなんか信号に対してこう振動してるんですけど、その入力する信号が大きすぎると、こうバックバックになるんですね。それをやっちゃダメなんですよ。やったら壊れますからね。ダメなんですけど、子供の時やったことあるんですけど、親にえらい怒られまして、家にあったステレオのね、真空管の、ちょっとわけわかんない、ちょっと大きく開けちゃって、ボーンとかなっちゃって、叩かれましたけども、要はそういうことです。ドライブをさせすぎると、コーンがこう揺れて、音が、ひどいことになるんですよ。皆さんそういう音聞いたことありますか？ドライブさせすぎると、要は出力かけすぎると、あのね、音がねモコモコになるんですよ。本来バランスが取れてて綺麗な音でね、こう聞こえるはずなんだけど、そのある一定のレベル、もうこれ以上ダメよっていうレベルを超えちゃうと、音がね、なんか多分高音の振動がおかしくなるからでしょうね。なんかね、ブーミーな感じになるんですよ、非常に。それがいわゆるドライブを超えてる、オーバードライブなんですよ、ドライブ。で、それを昔っていうか、その、まあ、昔ですよね。昔のアーティストの方々は、そういう音を、まあ、ロックするときに、多分、そういう音がかっこいいということになったんでしょうね。で、出力を上げて、要はもうアンプを壊すぐらいに、こう、わーってこうやって、その音を、こう、メインで使ってたんですね。それに、あと、ま、いろいろエフェクター使ってたと思うんですけど、そういう風にして、音、アンプをオーバードライブさせて、それからっていう話をよくあったと、あったと思うんですけど、そこから来た言葉です。すなわち、ね、オーバードライブとは、ドライブ、ある程度のドライブのレベルを超えちゃってるレベルの出力がオーバードライブです。で、一方で、ディストーション。これはもう簡単でして、ディストーションっていうのは、本来の英語はディストートっていうやつね、ディストートっていうやつで、歪めるとか、こう変形させるとか、そういうちょっと形をこうグッグッグッって変えちゃう
言葉なんですね。いや、あの普通に音楽の言葉じゃなくて、普通の英単語としてこう変形させるっていうようなものなんです。で、変形っていうと、ちょっと脱線すいませんね。変形というと、ディフォームっていう言葉があって、ディフォームっていうのは、要はフォーム、F-O-R-M ですね。フォームっていうのがあって、あれは形があるものですね。形作るっていう意味なんですよね。フォーム。動詞になると、形作る。それを、ディっていうのは、DE ですね。ディフォームってつけると、ディっていうのは、英語の意味では、リっていう意味なので、RE ね。リ。再びっていう意味なので、フォームをまたもう一回フォームする、だからまあ再整形するようなそういうイメージなんですよ、ディフォームっていうのは。なので今そっから変形っていう言葉になっちゃうんですけど、例えばこうプラスチックの何かを熱をバーって当てると形変わりますよね。で、変わったっきり戻ってこないですよね。あれがディフォームです。はい、形あるものが変形してしまうもの、熱とかが多いですけどね、それをディフォームっていうんですけど、その一方でディストートっていうのは形のないもの、だから音とか、まあ、人のお話とか人の言葉ね、ちょっと言うこと変わっちゃう人いるでしょ。この人お話経由するとなんか話変わったよな、あれっていう、あれディストートです。なので、まあ、ディストーションガイと呼んであげてください。それ冗談ですけど、要はそういうことです。形のないもの、まあ、言葉だったりとか、音だったりとか、っていうものを変形させる。だからもう元に戻れないんですよ。来たもの、音がこう来てたのをぐーっと変えちゃって、もう元に戻らない。ぐーっと音が鳴っちゃって。これをディストートっていうんですね、英語でね。で、それの名詞形。なので、ディストーション。ディストーション。で、別に英語の話をしたかったわけじゃないんですけど、そこから考えると非常にクリアなんで、それで今こうね、ちょっとあえて話をさせていただいてるんですけど、まあ、名前の通り、今説明させていただいた通り、ディストーションっていうのは、要は形を変えるでしょ。だから、ギターのシグナルを読む、完全に波形を変えちゃって別のものになってる。完全に変形させてるんですよ。まあ音っていうのはこうですよね。こういう波があるのをもうなんかよくわかりませんけど、波形の形がなんかもうどっかスパッて切っちゃったりとかなんかして、もう全然元の音じゃなくなってるんです。あれがディストーション。なので、オーバードライブわかりますかね？オーバードライブとディストーションの違いは何かっていうと、まさに波形をもう完全に別のものに変換して違うものになっちゃってるディストーションなのか、それとも入ってきた信号をちょっとブーミーな感じでちょっと増幅してるっていうか、なんかそういうね、レベルを超えたことによって音が変わっちゃったっていうものなのかということで、全く違うと思いません？方向性は。ディストーションは積極的にこうもう変形してますからね。なので、じゃあ歪ませたい時はどっちなの？もうそれはもうね、ディストーションですよ。ディストーション以外にありません。はい。で、ただディストーションって昔の特にボスのね、ディストーションペダル、あれは DS-1 だっけ？で、オレンジ色になりましたけど、あれ私も一番最初買いましたよ。あれが、ちょっと高校生の時ですね。あれで、あれを使えば、音が、こう、プロの音になると。ラウドネスの音が出るとか。もう単純にね、メタルをするならディストーションだって言って、まあ、お小遣いを与えて買いましたよ。ところが、私当時、マーシャルのリード12って小さい、トランジスタ持ってたんですね。12W のりにこのでかかったですよ。で、イギリス直輸入のやつをですね、買いまして、当時5万円ぐらいしたかな、ぐらいのを買って、で、リード12自体がもうね、キンキンに硬いんですよ、リード12って。で、原因を上げても全然歪まない。もうとにかくクランチの、もう、なんていうんですか、しかもその凝縮体みたいなカチカチの音なんですよ。それにカチカチのオーバードライブかましたら、カチカチのディストーション、オレンジ色のかましちゃったらもう、キンキン。で、イコライザーっていうのを知らなかったですから、もうキンキン。まあそう言ってね、苦い経験をしましたけどね。で、なのでディストーションを買って大失敗して、もう、で、その次にオーバードライブを買ったんですけど、オーバードライブね、もう二つ目買うお金なかったですからね。それで、ちょっとボスさんよりも少しお値段が安かったヤマハさんのオーバードライブってまたオレンジ色なんですけどね、あれを買って、で、まあそのいろいろやっていくと、オーバードライブをつけると今度音がね、なんか頼りない、いい感じに歪むんだけど、こう音のこう輪郭が濁っちゃってって言って、またこれで悩んでね、で、結果的に
私の見つけた方法は、今考えれば正解だったと思うんですけどね。私が見つけた方法は、オーバードライブを最初に置いて、二つ目にディストーションペダルを置いたんですよ。そして、ノイズゲートっていう、当時まだノイズサプレッサーがなくって、ノイズゲートっていうなんか銀色のこの筐体があったんですね、ボスのね。あんまり効果ないやつですけど、があって、そういう組み合わせ、それにディレイ、ヤマハさんのディレイ。まあ、ヤマハさん安かったですからね。当時ね、30年前ね。そういうヤマハのディレイをかまして、これが僕のシステムっていうか、その足元だったんですよ。オーバードライブがあって、ディストーション。もうこれね、2つ経由すると、ものすごいノイズなんですよ。なので、ノイズゲートを買って、で、ディレイを買って。で、まあ、なので演奏中はね、とにかくボリュームペダル、演奏しないときね、こうは、ボリュームペダルを常に踏んで、もう音を信号を切って、こう、ライブの時でも常にペダルに足を受けて、演奏しないときはこうグッて切ってね、って言って、演奏するときグッて踏んでって、もう、だから弾かないときはノイズ対策はもう自分の足でね、ペコペコやってました。で、今、まあ、先ほどもちょっと言いましたけど、本当このオーバードライブとディストーションというコンビネーションが、この順番がね、一番良かったんですよ。とにかくかっこよく歪むっていうことが分かって、で、だ結局それってアンプの音、あ、違う、すみません。それって結局ギターの入ってきた音をオーバードライブでちゃんと増幅させて、それを、まあ、いわゆるブラウン系にしておいて、そしてディストーションで歪ましてたんですね。だからまだその頃はそんな知識も全くなかったんですけど、結果的にそうやって、見つけて、いい組み合わせを見つけて、その当時、その組み合わせでもう、学生時代はずっとその組み合わせの、エフェクターでやってましたね、最後までね。まあ、ちょっと話はそれるんですけど、オーバードライブとディストーション、そうやって、まあ、どっかでね、答えを見つけて、答えっていうか、いい音になるような組み合わせを見つけて、こうやってたのを覚えてます。どうですかね、これちょっと話はそれましたけど、なかなか今思えば、いい気づきだったんじゃないかなと今思います。今だったら褒めてあげたいなと思うんですけど、そんな自分をよく見つけたな、その組み合わせって思うんですけど、もう今はね、当たり前のようにそういう情報があるので、皆さんも去ってるかもしれませんけど、まあ、オーバードライブとディストーションってのは、要はそういうもんです。どういうものかというと、歪ましたいならオーバードライブ。あ、違う。歪ましたいならディストーションです。で、音を増幅してちょっとこうブーミーな感じにしたいのであればオーバードライブペダルです。もうこの考えで多分というか間違ってないんじゃないかなと思います。それゆえですね、オーバードライブペダルをブースターとして使うアーティストが多いんですね。そういう私も先日のボス GT1000 の音作りの時によく言いましたよね。オーバードライブを使ってちょっとブースター代わりに使ってみましょうとか言ってね、こう原因をほとんどゼロ、もうほぼゼロかな、僕はいつもゼロにして、オーバードライブっていうのはそのドライブをオーバーさせるってことでしょ。だからオーバーさせておいて、でそのクリーンなんだっけ、歪みのレベルだけを完全に切って、もう増幅機能の部分だけを取り出してやったみたいな使い方ですね。オーバードライブをブースターとして使う場合で、なので、基本的にブーストするとね、音っていうのは、ブーストをすると、音を増幅する、こうね、ぶっと太らせると、歪むんですよ、どうしても。若干歪んでくるんです。で、なので、私の中ではクリーンブーストっていうのは、ちょっと正直、よく意味がわからないんですけどね。まあ、それ技術的に多分可能になったんでしょうけども、クリーンブーストってクリーンの音ブーストする必要あるのかと思うんですけど、まあ何らしかのテクノロジーの産物でしょうね。まあそれゆえですね、ブースターっていうのはオーバードライブを使ってできますよと。まあブースターっていうのは増幅でしょ。ブーストっていうのはこう音をこう、まあブーストっていうのはこう広げる、増幅するだってこういうことなので、まあ音をこうね広げるのと、オーバードライブのこのレベルをちょっとオーバーさせるっていうのと非常に近いところがあるんですかね。なので経験的に多くのアーティストは、オーバードライブを使ってブーストさせると。私も実はブーストさせたいときはオーバードライブを使います。で、かの有名な話、アーティストは忘れましたけど、多分リッチー・サンバラとかその辺じゃなかったですかね。昔流行ったエバニーズの TS のペダル、チューブスクリーマー。あれが大ヒットしたじゃないですか。日本では全然売れなかったんですけど、海外のアーティストがチューブスクリーマーを使ってるっていうので、なんか逆輸入的に盛り上がったんですけど、あれはチューブスクリーマーの元々ですよ。アイバニーズさんはチューブスクリーマー、名前の通り、なんかこう歪ませるペダルとして作ったようなんですけど、
まあそれオーバードライブですよね、あれはね、オーバードライブ。それを原因を全部切ってゼロにして他の機能だけを使ってやると音が膨れる、ブーストになるっていう使い方でブースターとして TS が使われたんですね。でそうすると非常にいい音すると、アンプの改造しなくてもいい。昔のアーティストの方は、まあ、今の方もされてるかもしれませんけど、ほとんどと言ってですね、もうマーシャルの硬い音をうまいことなんかエンジニアさんの方に出して、改造屋さんに出して、アンプがね、なんか増幅ブーストするようなアンプにカスタムで作ってたんですね、昔はね。なのでそのディストーションペダルをかましてマーシャルにぶち込んだりするともう十分いい音がしてたんですけど、まあそういうことをせずともペダルのチューブスクリーマーを使えばブースターになるよっていうので、アメリカでは海外でも流行ったんですね、そういうやり方がね。まあそういうこんなで、で今でも TS が人気あるの、あの緑のやつね、人気があるのはあれはブースターとしての使い方だと私は強く思ってます。はっきり言ってあのペダルは歪みません。ただブースターとしてはかなり優秀です。綺麗なブーストかかりますからね。はい、でいかがだったでしょうか、今日は、オーバードライブとディストーションペダルについて、まあね、ブーストというものも含めて、ブースターですね含めて話をさせていただきました。まあ何かのね、ヒントになれば、また悩んでることというか、そのモヤモヤっとしているものが少しでもねクリアになったらいいなと思っております。でもね、これね、ロック、メタルをやる上で歪み系の音って避けれないでしょ。だからね、この違いを知っていくことは、知っていることは、音を作っていく上でものすごく大事なことになります。音作りのね、ヒントになるので、これは、しっかりですね、理解されていることをお勧めします。最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ぜひですね、チャンネル登録とグッドボタンね。よろしくお願いします。ヒロでした。バイバイ。